菜の巻ちょん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 、おいっすー、おらどん底日誌っす。私は49歳独身、警備のバイトをしてるっす。昭和バブルの恩恵を受けることもなく、その後平成の氷河期引きずってるっす。バブルの崩壊とリーマンショックをこの身一つで乗り切ってきたっす。もはや人生の崖っぷち。高卒でバツイチ独身っす。親の介護をする中、昨日は市長生が見えたっすね。オーノー、市長生。しかし私はなんと都内持ち家、築100年の8坪木造2階建てに住んでいるっす。ということで、切羽詰まった実感を持てずにいる今日この頃っす。先日1月の給与が振り込まれましたので、給与明細も公開するっす。これが給与明細だ。先月の勤務日数は24日、年末年始も警備のお仕事頑張ったっすよ。交通費は月6770円、時間外勤務40時間も含めて手取りはなんと243878円っす。今月は年末年始残業できたんでウハウハっす。多くない？ここからさらに地獄の生活費。12月は食事代で77000円、それに持病の糖尿病代の薬代がなんと2万円、そして電気ガス水道代が合わせて2万円、携帯とかインターネット的な通信費が12000円、その他雑費で8000円、最後に地獄の借金返済がなんと10万円。オリコさんとみずほ様っすね。あっという間にお金が蒸発。あれどこ行った？お金に羽が生えてるんとちゃいますの？地獄の残金。少なくない？悲しいでちゅー。ということで、頑張っていかなあかんなあ思うてますけども、同志たちを応援してほしいっす。結婚諦めてないっすよ。金持ちにもなりたいっす。新築の家も欲しいっすね。一つも叶えられてないっすから、欲の塊なんですけどね。持病の糖尿も考えると、人生あと20年足らず全部コンプリートしていきたいっす。日誌にコンプリートできるかな。